例は集合 A イコール、例、1、2の孤立点である。位相空間論において、位相空間 X の点 X が X の部分、集合 S の孤立点であるとは、X が S に属し、かつ、X の近傍であって、X 以外の S の点が一つも含まれないようなものが存在することを言う。特に X がユークリッド空間の場合に即して言えば、 X が S の孤立点であるとは、X を中心とする階級体のうち、X 以外の S の点を含まないものが存在するということを意味する。別な言葉で言えば、点 XS が S において孤立するための必要十分な条件は、X が S の集積点とはならないことである。孤立点のみからなる集合を、離散集合という、ユークリッド空間における、 離散部分集合は加算であるからなる集合に一体、一に移すという意味になるためである。一方、加算だが離散的でない集合が存在しうる。離散空間も参照。孤立点を持たない集合は自己中密であるという。孤立点を持たない平集合を完全集合という。孤立点の数というのは位想的性質の一種である。すなわち、 位相空間 X と Y が互いに同章ならば、それらの持つ孤立点の数は必ず等しい。以下に示す位相空間は実数直線 R1 の部分位相空間とみなす。実数直線内の回区間に属する点 X であって、その日小数展開の各位の数彩が以下のような条件をすべて満足するもの全体のなす集合を F とする。これは感覚的に言えば、 X の日チ小数展開の各位の数で1 2、等しいものはどれも連続した1の体で現れるが最後の一つは孤立するということである。さて F は全く孤立点のみからなる日に表された集合である一方で F はその平包みが非加算集合になるという直感に反する性質を持つ。同様の性質を持つ集合 F の別な例は単位平区間0、例。 一内のカントール集合の補集合において、その各連結成分から一点を選び出すことでも与えられる。この集合の各点は孤立するが、F の平包みは F とカントール集合との合併であり、加算でない。ありがとうございます。